ボクシングのヘビー級元世界3団体王者アンソニー・ジョシュア、イギリス、が8日、日本時間9日、元 UFC ヘビー級王者フランシス・ガヌー、カメルーン、に衝撃 KO 勝ちを収めた。動画、えっぐい、とんでもない KO、ジョシュアがガヌーを吹き飛ばす衝撃 KO シーン。ジョシュアがプロボクサーの意地を見せた。1R、右ストレートで早々にダウンを奪うと、決着は 2R だ。 左を当て尻餅をつかせると、なんとか立ち上がったガヌーに対し、右ストレート一戦。顔面を打ち抜き、123キロのガヌーを文字通り吹き飛ばした。この決着にネット上のファンからは、タイソンフューリーとは何だったのか。えっぐい、ガヌーが吹き飛んだぞ、もうガヌーのボクシングはいいよ、トイレ行ったら終わってるやん。とんでもない KO そりゃこうなるわな、などの声が上がっていた。 ガヌーは UFC でキャリアを重ね、ヘビー級王座まで登り詰めた。昨年10月には現 WBC 世界ヘビー級王者タイソンフューリー、イギリス、と対戦。1対2の判定負けしたが、ダウンを奪い現役のヘビー級王者を追い詰め、格闘技ファンの度肝を抜いていた。